名のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組に行きます。フライングメイヤー、ストンピングです。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。このあたりまさにプロのレスリングであります。腕を捉えます。切り返します。いやらしい攻めを見せてまいります。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。足を殺してまいります。ラフ散歩に転じます。乾いた音が館内に響きます。円錐切り、エルボードロップ、逆水平。さあ、早くもその神秘的なオーラがリング上に充満しております。一体何を考えているのか全く分かりません。この摩訶不思議男、場内のファンもその一挙手一投足に注目してまいります。ドロップキックを放ってまいります。組み合います。逆に投げてまいります。相手を挑発してまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。打たせません。フロントからのキック、ロックアップ、倒してまいります。起こします。行くのか、ロープに飛ばした、ラリアット投げ倒し、逆に返します。コーナーに登る、フライングメイヤーで倒します。チンロックで固めてまいります。ロープにブレイクしました。ガードします。行くのか、コーナーに振った、ロックアップ、鉄拳を見舞います。掴みます。させません。腕をフックします。耐えます。張ります。逆水平を打っていきます。抱えます。エルボーで返します。あーっと、首がくの字に折れ曲がった。ストンピング、蹴りつけてまいります。ブレンバスターに取ります。 DDT で切り返した。蹴りを見舞ってまいります。おっと、逆に捉えた。このあたり切り返しいかがですか？今のはうまかったですね。いや、素晴らしい動きですね。そうですね、運動神経が素晴らしいですね。はい、行くのか、エルボーでブロック、 DDT、 前頭葉から突き刺さった。このあたりどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。あっと、キャッチした。足を狙ってまいります。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。リバースで返します。コーナーに登って、あっと、コーナー最上段ガスヘッド。頭を掴んで
ラフに転じる。ロープに逃れました。おっと、逆に捉えた。バックを取ってフェイスクッション。ラマヒストラル、ロープブレイク。いけるか。あと逆に返した。片指に持ち込む。ロープに逃れた。掴んだ。あと逆に蹴っていった。あと逆にキック。抱えた。あと耐えた。組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。起こした。ドロップキックが突き刺さる。あっと、そのまま投げていった。見栄を切った。カバーした。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。エクスプロイダーの体勢。エクスプロイダーが決まった。ストッピング。このポーズ。腕を取った。あっと返した。出すのか。一気にエクスプロイダー。蹴り上げていく。ガジェット組み合った。逆に返した。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ロープに振って水平打ち。抱き起こす。組み合った。あっと切り返した。固めていく。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。逆に振り返した。あっとコーナーに据え付けた。ドロップキック。15分経過。15 minutes go。 立たせていく。小脇に抱えた。リバースで切り返した。3つは入りません。バックに回った。あっと急所攻撃。先頭落としていった。引き起こす。ハンマーを振りかざす。至近距離からのラリアット。トップロープを狙う。トップロープから先頭を落としていった。起こした。ラリアット引き起こす。腰に手を回した。ジャーマン肩口から吹っ込んだ。長田ロックツー。もぎ取れるような首筋。ここでロープブレイク。コーナーに振った。ストッピングを叩き込む。トップロープを奪う。コーナーから全体重を浴びせた。抱き起こす。腰を落とす。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。ハンマー気味のパンチ。ラリアット。体を預ける。岩壁の母の胸に抱かれました。ピッコルヒャー。ペディグリーが強烈に決まった。腕をフックした。ペディグリー首から突き刺さった。長田ロックツーががっちりと決まった。ここでロープブレイク。あと固めていった。お客さんが足を踏み鳴らしています。ものすごい重低音バズーカ。おー、マックス